万劇都市伝説クラブダブラード新兵です。そして大阪桐蔭高校野球部監督西谷浩一です。似てるけどめちゃくちゃ似てるけど、こんなラフな格好の見たことない。すいません、なにわサンキーズ小島ラテです。お願いします。天理高校野球部です。誰でもないざっくりやな。おらんやろこんな野球部です。東海高校です。岡山ちゃんです。お願いします。さあ、はい、本日もやってまいりました、はい、ね、都市伝説クラブということで、はい、これね、ちょっと僕、うん、ちょっとオープニングから申し訳ないんですけど、そのタレンチの小畑が、はいはい、あのナルトでいう人中力なんちゃうかなっていう、あのなんかね、噂で聞いたんですけど、うん、その小畑が骨折られたらしいんですよ、はい、ああ、その暴漢に暴漢に暴漢に、ね、ある暴漢に、ね、はい、はい、あのコンビ、K の S っていうコンビ、はいはい、ある暴漢に折られたらしいんですけど、ね、その折られて結構最初もう全治何ヶ月みたいな、うん、っていうのを聞いたんですけど、聞きましたよね、半年とかね、半年とかもう2週間でオープニングアクターやってました。信じられない、信じられない、今季絶望まで聞いてましたもんね。回復力がエグすぎて人中力って噂されてます。中にキュービーいますね。小畑の相方の柴田の話なんですけど、はいはいはい、大丈夫、柴田の話みんな興味ある今日。ああそっか、まあ、ちゃんと笑わせます、ね、はい、あの木村バンドさんが天才天才ってずっと呼んでて、はいはいはい、柴田も、はい、なんでなんですかって聞いたら、かけるのコーナーでジェスチャークイズ、うん、でジェスチャー答えでボケて、はいはいはい、みんながその流れでボケまくるみたいな、はいはいはい、バーって盛り上がったらしく、もうお客さんもうわー笑って、うん、そう、なんか柴田が、はい、水族館って言って普通に当てた。それを見に木村バンドさんが、あいつは天才だ。天才なんですよ。全国ネットとかでギリギリやってやってた。柴田はやっぱちょっとね、なんかプライドの高さがね。そうですね。あのぜひ、あのタレンチと、サバンナ八木さんがやってる、あ、はい、芸人男塾のね、はい、タレンチが2人が喧嘩する回、ね、はい、見てほしいんですけど、ほんまにコメント欄に全員が柴田が悪いあ、ちょっとそう、柴田つながり、ちょっと柴田、はい、もう一個、あの今マネージャーやってる松田さんというマネージャーがあるんですけど、ものすごい可愛らしい、はいはい、ほうほう、で柴田が松田さんのことめっちゃ好きになって、めっちゃ可愛いもんね、はい、で LINE 送るんですけど、松田さんは正直もういなしまくってて、うん、ああ、で、ある日柴田が今日オールザッツ見てる、うん、みたいな、その時和牛さんがあの勝見さゆりさんやるみたいな時ので、いや勝見さゆりさんのやつもめっちゃおもろいなって送ったぞ、うん、で松田さんが見てます、うん、そこめっちゃ笑いました、うんうん、で送ったら柴田から電話来たらしくて、えってなってそれ電かったらしいんですよ。でこれ出てたらあいつ何喋る気やった気になるな柴田はね。なんか今イライパチが夜中にコロナになる前ですけどね、夜中になんか飲み終わって帰ろうと思ったら前に、男女2人組がいた、はい、4人だったかな、22で、それがなんか多分コンパ割りの柴田でめちゃくちゃもう回しまくってうわ喋って、でそれは別に今でも見ててよかったけど、一つだけ許されんかったのが、なんかガチャガチャのカプセル、この、はい、はいはいはい、あれをドリブルしながらそれを喋ってた、それが許されてたしんどっ、まあ、その後ご用を捨ててると思うんだ、うん、それはもちろんただライパチさんってやっぱそんな怒る方じゃ怒らない、ね、ないじゃない。いや俺も一回だけな、その今井が切れたっていう話を、ほんまに切れた話、うん、それはカラシエゴイオリ、その当時まあ差し入れとかまだ、はい、出待ちとかあった時で、はいはいはい、今井が、お客さんから差し入れでタバコとなんかをもらって紙袋でその差し入れ持ってたんですよ。まあ、なんかイオリはもうすごく機嫌良かったんかテンション高かったんか、はい、ファーって来て「おいイオリさん、おはようございます」とかって「おうイオリ」って。何もらったんですかとかって、あ、タバコとかあ、そうなんだってそれをブワーって投げて、投げで、今井は一瞬は
何しよんなお前って言って取りに行こうとしてるけど、バーン取りに行く途中にほんまに何してんのお前ってバチ切れしちゃって。いやそらそうですよ。そんなしたで言われに、なんでそんなことしちゃったらほんまになんでかわからないです。一か八か受けるかと思ったな。掘り投げてましたけど。エグいっすね。ちょっと差し入れで思い出したんですけど。差し入れ。いやこの人らどう思われてんねんっていう。おうおうなんか。放課後ボーイズ僕ら全く差し入れとか来ないんですよ、はい、手紙も来ないし、まあ、人気ないなっていう話をちょっとで伊達さんに「いや何沢さんもそんなないでしょ」みたいな言ったら「いや俺らお前あるわ」でこの前も鳥を宛てに荷物届いたんやみたいな。おお鳥や、はい、え何届いたんですかって聞いたらアメリカ人がスケボーをこっち滑ってる文鎮みたいなもらったら何持ってんねん持ってんねん何やそれ、ね、トリオで使われへんやん。なぜかそれを今あのこう今宮恵比寿とかの、うん、あのトロフィーが入ってるとこに飾ってるんですよ。飾るなそのとこなんかそのスケボーの賞取ったもんね。でもそのちょっとさっきのあの怒られるじゃないですけど、うん、あの一回劇場で変な怒られ方してるやつ見て、うん、あの力こぶなんですけど、力こぶよく劇場の前説やってくれてるというか、そのさ寄席が始まる前、はい、でなんかそのどうやら前説中にその最後だけ礼儀正しいショートコントみたいなのをやってるね、のをやってて、どうやらその中の内容にうんこっていうのが入ってたみたいな。でまあすごい盛り上げてたんで、うん、何も別にこうええことやなと思って盛り上げてたら、そうやってバーって力こぶがこうはけてきたら、あるその演出家さんがおられて、うん、こう遠くから力こぶってこう読んで、うん、あの朝一だからさちょっとうんこはダメだなって、うん、今からお食事する人もいるからみたいな、うん、これほんまにそのすごいのが力こぶ全く2回目同じネタしてた、うん、でバーってはけてきて、またダジョスさん力こぶって言ったよね。言ったよ、もう喧嘩売ってんのかと思ったよ。怖いって怖いな。さすがに笑ってましたよ、中尾さん。笑っちゃったよ、2回目は。いきなり変えるの難しいもんね。それで言ったら一回大喜利ドライブでね、このノリが始まってしまって、全部答えがチッコむ。ああ、はい。もうなんかでも被せでみんなチッコ、後半もずっとチッコむ。ほんなら、支配人が事務所から飛び出してきて、ずっともう画面見て、睨みつけてんの。社員って下ネタあんま好きなんですね。でライブ終わってめっちゃ盛り上がってんけど、そうか。で盛り上がったらシャーってグワーって来たら、支配人がその全員に「おい!」って言って「ちっこ長いねん」って言って、どっちの意味。そこだけ聞いた人意味変わってくる。下ネタやっぱね、そう下ネタはもうダメです。支配人はね結構怒るんですから、はい、森の宮漫才劇場のフェスで今回スポーツやったやろ、はい、あのスポーツ相当楽しかったみたいで、めちゃくちゃテンション上がって、はい、であれは多分見てる人もやってる人も楽しいと思うんですよ。そうですよねって言って、でまたなんかダブルアッサーとかやってくださいよみたいな、で、あ、いいっすねとか言ってたら、あのサスケ、はい、あの滝山サスケが入ってきて、サスケがまあでもあのスタッフさん大変言ってましたけどねってボソッと言って、うん、ほんなんパッチンってスイちゃいです試合が、スタッフがしんどい関係ないでしょ、芸人でお客さんが楽しんだらそれだけでいいんですよって言って、お前多分サスケこの後殺されるじゃん。すごい空気張り付いてサスケさんやな、あれサスケ。なんか僕聞いた話なんですけど、うん、その秋貞さんと、まあ、組んだ当初ぐらいに、うん、西梅田の出番かなんかで、うん、行った時に、うん、あのオール巨人師匠がおられて、はいはいはい、で挨拶行ったらしいんですよ、うん、で滝音です何年目ですみたいな、うん、時ああじゃあ2人とも10年まだ行ってないんかみたいな、うんうん、10年目ぐらいの時言うたらわしがその髪型の賞取った時やなって言ったら、サスケが、うん、何の自慢やねんめちゃくちゃ怖い怖い怖い、ちょっとマジで冷や汗、めちゃくちゃ怖い、うん、タメ口ツッコミ早すぎる、めっちゃ早すぎるんですよ。すごいね。でその秋貞は秋貞でね、あもうめちゃくちゃおしゃべりやん。そうっすね。でこの前俺目撃してんけど、
秋貞が森山さんに結構ぶわーしゃべりかけて5分ぐらいで、俺はなんか何しろしゃべってんねやろなと思ってパッと見たら森山さんが「あれ秋貞今何か言うてた？」って言って気づかれてなかった5分ぐらいしゃべりかけてさあということで、今日もね、万劇都市伝説クラブが以上となりますけど、はいはい、それではまたお会いしましょう。さよなら。